黄金の夜明け団は19世紀末のイギリスで創設された西洋魔術結社である。黄金の暁月会とも訳され GD と略名される。現代西洋魔術の思想、競技、儀式、実践作法の源流になった近現代で最も著名な西洋隠避学組織である。創設者のウィリアム・ロバート・ウッドマン、ウィリアム・ウィン・ウ,ンウェスト・コット、マグレガー・メーザースの3人は、 フリーメイソンであったが、それとは一線を画して、団内の運営は男女平等に定められており、捕食と待遇に精査での区別をつけなかったことが特筆されている。この団体は建前上3つの団による階層構造を成しており、第1団の黄金の夜明けは一般団員用で基礎競技を学び、第2団の紅れなバラ黄金十字は 幹部団員専用で高度な実践を行い、第三団は秘密の首領らが在籍する、霊的団体とされた。この3層の総称として、黄金の夜明け団と呼ばれる。黄金の夜明け団の創設は、フリーメイソン系の神秘主義サロンである、英国バラ十字協会の会員、ウィリアム・ウィン・ウェストコットが、1887年8月に、隠避学分野の知人を通して譲り受けた。 5書類の中から60枚の暗号文書を発見して、興味を覚えたことから始まる。それは、筆者不明の魔術結社設立に向けた原案メモであり、ポリグラフィアに由来する開示式暗号で綴られていた。ウェストコットが主張するところによると、同年9月に全文の複合化に成功した、彼は文書の中に、ドイツ在住のアンナ・シュプレンゲルという人物の住所を見つけ、 同時に返信を望んでいる一文も確認したという。シュプレンゲルと所管連絡を取るようになったウェストコットは彼女を伝説のバラ十字団の競技を継承する偉大な魔術師であると認め秘密の狩猟と仰ぐようになった。かねてより独自のオカルト団体を作りたいと考えていたウェストコットはシュプレンゲルとの手紙のやり取りの中でその意思を伝えると 彼女が所属するというドイツのバラ十字形、マズツケ社大ゴールデネ・デマーンが公認する支部設立の許可を受け取ることになり、同時にその協議は暗号文書の記載内容に則っ,ったものと定められた。ウェストコットは、この秘密の狩猟のお墨付きをもとに、友人、マグレガー・メーザースト年長のウィリアム・ロバート・ウッドマンを共同創立者にして、1888年3月1日に、 神殿と称する魔術結社の運営施設をロンドンに開いた。これが黄金の夜明け団の発足であり、ドイツバラ十字団の流れを組むものとされた。ウェストコットが運営面を担当し、メーザー,ースは競技面を担当した。冒頭の英国バラ十字協会の会長でもあるウッドマンは権威付けのための名義貸しのようなものであった。この三人は同時にアデプトとなり、 団体の主領となった。英国バラ十字教会は、キリスト教神学の一種であるキリスト教非議派のサロンであり、在籍者はフリーメイソンに限られていた。黄金の世明ンは事実上その分派であったが、一般人でも入団できたことから組織的なつながりはなく、また競技上の系譜も否定された。フロレンス・ファー・モイナ・メイザース、アニー・ホーニマンモード。 コンパメラ・コールマン・スミス・コンスタンス・メアリー・ロイド1888年3月1日に最初の運営施設となるイシス・ウラニア神殿が英国ロンドンに開かれた。続けて年内にサマセット州のウェストン・スーパー・アヤア区にオシリス神殿がウェスト・ヨークシャー州のブラッドフォード市にもホルス神殿が開設された。さらに主要団員のジョン・ウィリアム・ブロディーネスが英国エディンバラに アメンダー神殿を設立した。1892年にメイザーースはロンドンを離れて仏国パリに移住し、そこでアハトル神殿を立ち上げた。またアメリカからの参入者も増えたので1900年までにトートヘルメス神殿など複数の支部がアメリカに設置された。こちらでは物好きな 米国人のための異界売買が行われて、メーザースの収入源になっていたという。フリーメイソン限定であった、英国バラ十字協会と異なり、ウェストコットの意向で黄金の夜明け団は、一般人にも門戸が開かれていた。また、メイソン系とは一線を画して、団内を男女平等にし、補食と待遇に、精査での区別をつけなかった。団員は主に紹介と、 推薦やメイソン系機関市場の広告によって集められ、また大英博物館周辺などでこれはと思った人物を勧誘することもあった。その際はフリーメイソンと英国バラ十字協会のブランドが利用され、さらに興味を引いた人間にはバラ十字団の名も持ち出された。こうして設立から2年の間に文化人、知識人、 中3階級を中心にして100名以上が加入した。1890年秋の時点で黄金の夜明け団には、ビクトリア朝社会の様々な階層から参加した100名以上のメンバーが在籍していた。ナミール団員の中には、女優のフロレンス・ファー、アイルランド革命家で女優のモード・ゴーン、ノーベル賞詩人、ウィリアム・バトラー・イエーツ、小説家のアーサー・マッケンとアルジャノーン・ブラックウッド、 シジもウィリアム・シャープ、物理学者、ウィリアム・クルックス、オスカー・ワイルド夫人のコンスタンスといった、当時の著名な文化人、知識人が短期間の在籍を含めて、名を連ねていた。隠避学方面の人物としては、著述家のアーサー・エドワード・ウェイト、魔術師、アレー・スター・クローリー、ウェイト・バンタロットを描いた、画家・パメラ、コールマン・スミスなどがいた。1891年、 ウェストコットは秘密の首領であるシュプレンゲルからの連絡が途絶えたと公表し、団体運営は新たな節目を迎えた。これはより自由なスタイルで、今後の競技と活動の幅を広げようとする意思表示でもあった。同年末に恒例の首領ウッドマンが死去した。1892年にメーザー,ースは妻のモイナと共にパリへ移住し、 そこで新たな秘密の狩猟との接触に成功したと発表した。ウェストコットは驚いたようで、この辺から団内のギクシャクが始まったと見られている。ウェストコットは対立を避けてこれに同調し、以後の協議はメーザー,アースが全面的に作成することになった。1897年頃にウェストコットは突然狩猟職を辞して団体運営から手を引いた。 これには、諸説あるが、ロンドン警察の検視官が本職である。ウェストコットは、団員の誰かが、辻場社内に置き忘れた、団内文書から勤務先の当局に、魔術結社とのつながりを知られてしまい、職業倫理上の規定に従わざるを得なかった、ためという話が、有力視されている。こうして、パリ在住のメーザースが、唯一の首領になった。メーザースは、 ロンドンのイシス・ウラニア神殿の運営をフロレンス・ファーに任せてイギリス側の代表とする新体制を発足させたがファーをはじめとするロンドンの団員たちはメイザースの日頃の言動と頻繁な会議欠席に不満を募らせて彼のリーダーシップに疑問を抱くようになっていった1899年イシス・ウラニア神殿は団内の不評を買っていた若きアレースター・クローリーの、 アデプト昇格を拒否し、これに反発したクローリーがパリにいる狩領、メーザー,ースを頼ったことで新たな波乱が巻き起こった。1900年1月16日に、メーザー,ースは自身に反抗的なロンドン側への当てつけも兼ねて、パリのアハトル神殿でクローリーをアデプトに昇格させた。ロンドンに帰還したクローリーは、ファーたちにメーザー,ースの昇格決定に従うよう要求したが、 ファーは断固拒絶し問題が収束するまでのイシス、ウラニア神殿の閉鎖とイギリス代表辞任の意思を表明した。対立が続く中で、パリのメイザースは、ファーたちの背後で、ウェストコットが糸を引いていると、疑心暗鬼に駆られるようになり、彼の信用を落とせば、ロンドン側を切り崩せると考えて、2月16日付の返信内で、秘密の狩猟シュプレンゲルの書簡は、 ウェストコットの鉄像であったと唐突に暴露した。これによって、団内全体が紛糾することになった。ファーたちは、ウェストコットの回答も得た上で、事態収集の会合を繰り返し開き、3月3日に、メーザー,ースに対して、鉄像とする証拠の提示を求めた。この予想外の反応に困惑したメーザースは拒否という、態度をとった。朝廷は決裂し、 3月23日にパリのメイザースはファーの解任指示を出したが逆に29日のロンドンの会議で狩猟メイザースの追放が決定された。奮撃したメイザースは翌4月にアイデシであるクローリーをロンドンへ派遣し、イシス・ウラニア神殿の保管庫にある重要文書と儀式道具を押収させて運営不能にするという型破りの作戦に出た。これは保管庫の所在地から ブライスロードの戦いと呼ばれたが、建物に押し入ったところで、当然のごとく、警察に通報されて失敗した。ブライスロードの事件で黄金の夜明け団の確執と亀裂は修復不可能になった。ファーたちは、メイザースを支持するエドワード・ウィリアム・ベリッジ一派の除名も決定し、追い出されたベリッジらは、ロンドンの別住所に同盟の神殿を開設したので一室裏ニア神殿は二つに、 分裂した。この内紛を傍観していた、ホルス神殿と、オシリス神殿はそのままメーザー,ースの下に残ったが、双方ともメンバーは少数であった。ジョン・ウィリアム・ブロディネス・ウニエのアメンラー神殿は、ファーたちに合流した。アメリカにある複数の神殿は、メーザー,ースとのコネクションを維持した。こうして1900年4月の時点で黄金の、 夜明け団は、メーザース派とファー派に二分されることになった。その後のファー派では、ファーが自身の取り巻き派閥を作り始めたことを問題視した、アニー・ホーニーマントのいさかいが発生したので、その調停のために、ウィリアム・バトラー・イエッツが代表に就いた。しかしこの貴婦人同士の深まるばかりの対立劇に手を焼いたイエッツは、サジを投げるようにして1901年に退団した。 同年に、ホロス夫妻の詐欺事件に、メイザースが巻き込まれて、黄金の夜明け団の名称がスキャンダラスに報道されて、しまったために、ファーをはじめとする対談者が続出することになった。社会的対面を重んじるファー派は、暁の星と解消し、ブロディーネスとロバート・ウィリアム・フェルキンが代表になった。ブロディーネスは、エディンバラのアメンラー神殿を運営し、フェルキンは、 ロンドンのイシス・ウラニア神殿を運営した。ホーニーマンもこの頃に対談した。1903年になると、儀式魔術の異教的様式を嫌をしていたアーサー・エドワード・ウェイトが、イシス・ウラニア神殿内で派閥工作を始めた。自分たちを独立修正儀礼会と称したウェイトは、同神殿の重鎮らの指示を得た上で、フェルキンたちに活動内容の修正を求めた。 この対立は結局、従来の儀式魔術を施行するフェルキンたち多数派の方が新しく用意された物件に移ることで折り合いがつき、その新施設はアマウン神殿と名付けられて、暁の星の本部になった。こうして、イッス・ウラニア神殿を掌握した者の権威不足を自覚するウェイトは、パリのメーザースと連絡を取った上で表向き彼への忠誠を誓い、 その公認団体とする同意を取り付けて、聖黄金の夜明けと名乗るようになった。メイザースは公認のみで、競技場の関与はしなかった。1906年に、メイザースは黄金の夜明け団そのものの幕引きを決めて、パリのアハトル神殿を本部とする、魔術結社 AO に、組織再編した。同じ頃、フェルキンの活動方針に不満を覚えるようになった、ブロディーネスは、 赤月の星を離れて、メーザースと和解し、1907年にアメンダー神殿と共に、AO へ合流した。残された赤月の星は、フェルキンの下で数々の混乱を経ながら続いた。以上の経緯により、黄金の夜明け団は、AO、赤月の星、聖黄金の夜明けといった三つの団体に分裂して、その協議は様々な形で受け継がれながらも、 歴史の中に姿を消したのである。一方で、分裂の原因となった、アレスター・クローリーは結局、メーザースとも仲違いした末に標然と、世界放浪へ旅立って帰還後の1907年に、銀の星を結成した。1903年から、アマウン神殿を率いる立場になった、フェルキンは、その活動方針を、黄金の夜明け団の源流であるドイツのバラ十字形。 魔術結社に求めるべきと考えて自分たちを導いてくれる秘密の資料を探しに没頭した。しかしこれは完全な瞑想につながり、星優待当社で探し当てた霊的資料の教え話断内をかえって混乱させ、また直接のドイツ探訪時にルドルフ・シュタイナーを秘密の資料と誤認して持ち込まれた人知学話断内をさらに紛糾させた。1912年に フェルキンはニュージーランドへ移住資源地でエメラルドの海神殿を開設すると混迷するアマウン神殿を残したままイギリスを離れた。1916年に第一次世界大戦下のロンドンに一時帰還してアマウン神殿の内紛状態を確認したフェルキンはブリストル市にヘルメスロッジを設立した。過去の反省からフェルキンは アマウン神殿と同じ鉄を踏むのを避けるべく、ロンドンから離れた地に黄金の夜明け団の遺産を残すための組織を置いた。フェルキンの願い通り、ヘルメスロッジのメンバーは1930年代半ばまで安定した運営を続け、かのイスラエルリガルディに参入の機会を与えた。エメラルドの渡墨殿は現地に永住した、フェルキン家族らによって、こちらでも、 黄金の夜明け団の遺産を守りつつ1970年代まで存続していた。アマウン神殿は1919 19年に一時閉鎖状態に陥り、1939年の第二次世界大戦勃発前後に自然消滅した。第一次世界大戦後の社会混乱と世界恐慌に見舞われた大戦間期を通して黄金の夜明け魔術は廃れつつあり、 1934年にリガルディが参入したヘルメスロッジでもすでに熱心さは失われていた。ロッジ消滅とともに貴重な知識までもが失われるのを危惧したリガルディは黄金の世明け団の遺産を後世に残すべく独断で持ち出した多数の団内文書を1938年から書籍にまとめて公開出版するという手段に踏み切った。これは 秘匿を胸とする魔術界には激震をもたらしたが、第二次世界大戦の暗雲が迫る、社会情勢下ではさほど興味を惹かれることもなく、緩慢に取引される程度に止まっている。黄金の夜明け魔術が復興するにはそれから30年の時を必要とし、リガルディの決断はそのための趣旨になった。a 王は、パリにあるメーザー,ースの指導下で安定した運営が行われていた。 英国バラ十字協会員が構成していたホルスとオシリス領神殿は古巣の方に移行したので1911年時にはパリ、ロンドン、エディンバラと在アメリカ3神殿を合わせた計歴、神殿を束ねていた。第一次世界大戦が始まった1914年からロンドンの活動が確認されなくなりベリッジに代わってブロディーネスがイギリス側代表になった。 1918年に、メイザースは成居し、妻モイナが彼の遺産である英王を受け継いだ。翌1919 19年に、ロンドンに移ったモイナはそこで、本部神殿を改めて開設し、エディンバラのブロディネスの協力を得て、英王の運営に従事した。同年からアメリカでさらに三神殿が設立された。1928年にもイナは成居し、 女性のアデプトに工事が託されている。AO では徹底した秘密主義が取られていたので、1900年春の分裂後も変わらず、メイザースが編み出し続けていたはずの魔術競技はほとんど、後世に伝えられていない。1919年頃に参入し、短期間で独立したダイアンフォーチュンとピーカイケースの双方を通して伺えるものだけである。 1939年の第二次世界、大戦勃発後、英王はその役目を終えるようにして閉鎖され、無数の協議が記された、断内文書も、秘密の狩猟に捧げる形で、すべて焼却された。ウェイトは、知識の宝庫としての王門の夜明け団は、評価しながらも、儀式魔術の異教的様式を嫌をしており、英国祝女神師に適したキリスト教。 神秘主義様式に修正するべきだと考えていた。しかし道団はもともと英国原十字協会の方でキリスト教神秘主義を手掛けていたメイソンたちが異教的活動も足しなみたいと開いた魔術結社だったのでそれは本末転倒であった。1903年時のイシス・ウラニア神殿はフェルキンと MW ブラックデンの共同運営で前者は競技面を担当し向者は 神殿施設の所有権を含む事務面を担当していた。ウェイトの支持者は少数派だったが、肝心のブラックデンがウェイト側に回ったので形勢逆転し、同神殿はウェイトが望む常識的な神秘主義研鑽団体になった。同時に、従来の儀式魔術支持者はアマウン神殿の方に移った。しかしウェイトが考案した神秘主義儀礼はやがて不評を買い始め、 1914年になると、元の儀式魔術を懐かしむ者たちとの間で、団内は分裂した。ウェイトは自身の支持者を連れて、バラ十字友愛会という新たな団体を立ち上げた。残された者たちは、暁の星に戻り、その事情を知った、フェルキンの計らいで1916年に設立された、マーリン緑地に所属して1920年代まで活動した。 バラ十字友愛会は、ウェイトの下で安定運営され数々の知識人文化人が参入している。第二次世界大戦下の1942年のウェイト制御と共に解散した。タロット黄金の夜明け団の競技は、古今東西のイ隠避学知識の総合体とも言うべき、ものある。ユダヤの卑怯哲学であるカバラを中心にして、エノク語、エジプト神話学、グリーモワール、古典元素、 タロット、先制術、ジオマンシー、錬金術、バラ十字伝説、近代新地学系の思想、タットワを含むインド密教など、あらゆる知識が集合されていた。なお、彼ら英国人にとって、最も身近な隠避学であるはずのキリスト教、神秘主義は、創設者たちが、名尊系団体の方で手がけていた事情からあえて、避けられており、 これは同時に一つの方向性を示すことにもなった。カバラに内包される生命の木が、断内の聖典的な象徴図表とされ、上述の各分野から引用される多種多様な知識は、生命の木の各要素に対象させる形で分類され整理された。その中には、こじつけ的な称号も参見されるが、あらゆる隠秘学を呼び、 神秘思想分野から収集された知識群の比較的高度な体験化が黄金の夜明け団競技の最大の特徴であった。また、埋蔵金発掘や個人的な復讐など属性の欲に基づく低俗な目的で魔術は使わない。魔術師は常に知識や技術を習得することでの全能感、己の心と戦い続けながら精錬に生きるべし、という規律を掲げていた。 常実の知識群は創設者をはじめとするアデプトたちがいわば自由、研究的に持ち寄って考察を加えた後に団体の方向性に沿う形で再解釈され必要に応じて団内のカリキュラムに組み込まれた。魔術の研算に必要とされる様々な知識はアデプトによってテキスト化されて非議参入者たちに学ばれた。団内ではアデプト一人、 数との独自研究が奨励されており、それぞれの研究成果は、秘翔する巻物と題された、団内文書の各巻に編集されて、アデプトたちの間で相互に閲覧された。この自由な知識探求の気風は、団内の競技を発展させる原動力となったが、他方で瞑想の一員にもなった。団内では、マグレガー・メーザース公案の競技が最も大きな影響力を持っており、 極端に言えば、黄金の夜明け魔術とは、メーザース思想の体現物と言えた。中でもエノク語を土台にしたエノキアン魔術は、彼の奥義と言えるものであり、5枚のタブレットに記された、合計644の区画からなる、エノク文字図表は、前述の生命の木をも包括した、さらに高度な万物昭王による知識の体系化を実現していた。あとに、 メーザースから離反した団体のものでさえ彼の公安物には一目置き、またあるものは彼のブランドを積極的に利用した。非に参入者たちは団内で得た知識を公害せぬようを制約していたので、その競技内容が公にされることはなかった。しかし、第一次世界大戦後の混乱と世界恐慌に見舞われた大戦間期の社会情勢の中で、 魔術結社の活動も下火になり、それらの解散に伴う知識そのものの喪失を危惧したイスラエル・リガルディが、団内文書を書籍にまとめて公開出版するという手段に踏み切ったことで、黄金の夜明け団競技の大部分が一般に入手できるようになった。この英断、または独断は魔術関係者の間で大きな賛否を巻き起こしている。なお、 リガルディは1969年に自宅を魔術マニアに荒らされ数々の貴重なコレクションを盗まれるという浮き目にあっている。魔術関係者の中にはこれを天罰と見る者もいた。スクライング黄金の夜明け団は儀式魔術を眼目にした団体であり、上述の競技知識はそのセレモニーの中で最大活用された。儀式魔術とは舞台となる密室の設置から室内に細かく配置する。 大道具小道具の取り揃え及び参加者それぞれの衣装とセリフと動作の一つ一つに特定の知識を伴うという特別な演劇を媒体にした卑怯哲学の体現加芸術であった。儀式魔術の実践は団員の連帯感を高めると同時に参加者たちの感性と知覚能力に一定の影響を及ぼすと信じられており定期的に履行された。またゆっくり一つ一つ。 段差なく魔術を理解できるように世界の統一された真理の解明を進めており自らの手で必要だと感じた奇跡の起こし方を調達するために成功なボードゲームを参考にして永遠に終わりの見えない工作キットの開発を目指していた。またアストラル当社と称される夢見技法ももてはやされていた。黄金の夜明け岩はこの夢見技法をマニュアル化しており かなりの個人差はあったが、それなりの確率で、白チュームの世界に入り込むことができたようである。アストラル当社の手順とは、特定の象徴物を凝視しながら意識を集中し、自分自身がその象徴の中に入り込むように想像力を強く働かせるというものであった。熟達するにつれて、はじめは無理やり想像していたイメージの実感が徐々に明確になり、 ついには立体化した創造空間が意識の集中を離れて自動的に脳内で織りなされるようになる。それがアストラル旅行の出発点となった。スクライングとの違いはより能動的に原始された世界を動き回れることである。凝視する象徴物の組み合わせを変えることでアストラル旅行の内容も様々に変化するという奥深さが多くのアデプトを虜にした。 前述の生命の木を中心にした象徴昭王協議はこの時に最大活用された。ただし情緒不安定を誘引するという副作用も指摘されており、多様は今しめられていた。インペレーターからセンティネルまでの10人が役割を決めて、それに準じた小族や象徴武器で身を固め、特定の順序で呪文や動作をこなしていく。カバラを下地にしてエジプト神は、 ギリシャ神話、タロット、絵の具などを組み合わせ、共通する神の記号や光の象徴を抽出して本質に迫る術式群を備えている。探索者がクリスチャン・ローの墓所を発見するエピソードにちなんだ儀式が代表格である。蒸気機関などの自然科学が接見する時代に生まれたこともあり、聖書の記述をうのみにせず、聖書発生以前の古代宗教の変遷を紐解く。 試みも行い、母体のヘルメス学の影響から、地中海を挟んだ最も短い海である、アフリカ大陸に残るエジプト神話に特に着目し、儀式にはエジプト神話の神々の格好をしていた。黄金の夜明け団の儀式中に胸に装着されたデザインは、バラ十字団、カバラ、メーザースによって教えられた色の象徴に基づいた赤いバラと黄金の十字架である。 バラの22枚の花びらはそれぞれ異なる色で、ヘブライ文字の22文字の3、母字、7福字、12単字を表している。そして22本の象形にも対応している。バラの花びらの中央には、死と霊的な復活を象徴する、成十字架がある。バラは十字架の上にあり、熟練者が心の中で金に変身しなければならない要素を象徴している。 また五母性は四元素に加えて本質を表している。セフィロトのキウェストコットは黄金の世明け団の異会を制定するに際し、英国バラ十字教会の異会をほとんどそのまま持ち込んでいる。その再会に新参者異会を新設し、最上位にイプシシムスを追加した。黄金の世明け団の初異会である新参者とその上の四異会は暗号文書に依拠していたが、 その4位階の名称は18世紀ドイツの黄金原十字団の、それと一致していた。英国原十字教会の位階制度も黄金原十字団の模倣であった。魔術結社風のアレンジとして、各位階を生命の木の銃のセフィラと22個の象形に対応させ、上昇イコール加工のペア階段値を付け加えた。新山社位階は生命の木の枠外とした。 入団者は、新参者を出発点とし、それぞれの段階の昇格試験をクリアすることで、上の位階へと進んだ。この黄金の夜明け段の位階制度は、後継魔術団体の手本とされて、現代に至るまで踏襲され続けている。11の位階は、第1段、第2段、第3段の3層に分割されており、それぞれ別グループに扱われて、個別の段名を持った。 黄金の夜明け団は建前上この三層構成とされた。外人は一般団員用で、火、空気、水、どの4元素を学ぶ。ポータルは外人と内人の橋渡し段階であり、アデプトになる前の準備期間とされた。内人に進むと晴れて、アデプトとして認められた。内人は幹部団員専用であった。当初は肉体を持ったままの魔術師が到達できるのは、 小達人以外までとされていたが、後継団体を含む後期になると幹部団員の中から特に根拠もなく大達人昇格を宣言する者も現れるようになった。秘面達人は創立者専用の名誉以外として用いられることが多い。第三段はほとんど格空の存在であった。在籍が取り沙汰される人物、釜池和馬、とある魔術の禁書目録、石文和江、 ハイスクールデイ連爆、勇気、ブラッククローバー、ありがとうございます。